年度末の大変お忙しい中、鹿児島県の塩田知事、薩摩川内市の田中市長、出水市の椎の木市長、小里衆議院議員、久保田参議院議員、そして県議会の松里議長をはじめ、県議会議員の皆様、市議会議員の皆様、ご出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。肥薩おれんじ鉄道は、平成16年3月13日、真新しい列車とともに、地域の足、地域振興に資するために運行を開始しました。しかし、厳しい経営状況が続く中、平成25年3月には観光食堂列車の先駆けとしてオレンジ食堂を導入しました。さらに令和元年5月には台湾鉄路管理局の方と姉妹線提携をいたしました。さあ今からという時に、令和2年7月豪雨災害により約4ヶ月間にわたり運休を余儀なくされました。その上、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、令和2年度は20万人以上の輸送人員の減少となってしまいました。しかし、そのような困難を乗り越え、20周年という節目の時を迎えることができました。これもひとえに本日ご出席の皆様のおかげと、この鉄道は必要だと支えてくださった沿線地域の皆様のおかげです。心から感謝申し上げます。さあ、20周年を記念しまして、2つのことを取り組みます。1つは、社員有志が立ち上げたディーゼルガールズ、このオリジナルキャラクターを会社の公式キャラクターとして購入します。本日はこのディーゼルガールズ、これは社員の有志がですね、アイドルキャラクターとして全て作り上げたものですが、ラッピング列車としてお披露目、運行を開始いたします。2つ目は、今着ていますこの制服、もう10年ほど、25年から10年ほど着ております。このデザインを一新しまして、後ほど新しい制服を発表いたします。本日の記念事業を開催するにあたりましては、両県並びに沿線地域の皆様に多大なご協力をいただきました。心から感謝いたします。これからも肥薩おれんじ鉄道は沿線地域の皆様